御座におられる主よ、あなたに賛美を捧げるふさわしいものとして私たちの心を清めてください。イエスの血潮によって全ての悪から自由にされたことを感謝します。清められたことを感謝します。
Yeah.
次のカンファレンスを通して私一人一人が変えられていきますように、今本当にこの時間、また朝のキム先生の御言葉の時間が本当に祝福されるように、御言葉の霊が本当に注がれますように、そして私一人一人も心を開いて良い畑となることができますように、今からの時間本当に祝福されるように、私一人一人も良い畑となることができるように、イエス様、血潮を仰いで本当にですね、しばらく祈っていきましょう。十二祈っていきましょう。キム先生のために覚えて祈っていきましょう。主を感謝します。イエス様、ありがとうございます。主よ、この時間どうぞあなたが祝福してください。御言葉を待ちたいと思います。あなた期待します。御言葉の本当に力をかけられて皆様にお願いします。まだ救われていたし、一人一人の地にも本当にその知恵と啓示の御霊を注いでくださいませ。知恵と啓示の御霊を注いでください。祈りの家カンファレンスを通して、それぞれの祈りの家が、教会が本当に生まれ変わってきますように。本当に今回のセミナーを通して、集会を通して、あなたに一人一人を変えてくださっていることを感謝します。主よ、チャレンジを与えてくださっていることを感謝します。励ましを与えられていることを感謝します。主よ、私たちが主の前に本当にただ正直にあなたの前に出ることができますように。主よ、あなたの御言葉を、御声を待ち望みます。私たちを導いてください。追加になる主よ、私たちを導いてください。主よ、感謝します。あなたの福音に重ね持ってさせてください。主よ、感謝します。期待します。感謝して愛するイエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。私たちのイエス様に大きな拍手を捧げましょう。アメン。ハレルヤ。お互いにですね、挨拶する時間を待ちましょう。今日も主に期待しますと言ってですね、お互いに挨拶しましょう。最後の日、最もね、本当に祝福される時間であることを期待します。感謝します。皆さん、おはようございます。よく眠れてますか、夜。はい、今日朝ですね、私ちょっと寝不足なんですね。なぜかというと、慎吾先生が昨日の夜の時にですね、いろいろ分かち合いをしてくださって、その中で、あ、明日はキム先生がこういう話をすると思いますとかっていう予言をたくさんいただいたので、その予言を成就させないといけないんじゃないかなっていう、そういうプレッシャーがかかって、やっぱり準備したメッセージじゃなくて、慎吾先生の予言を成就させなきゃっていう思いが働いて、いろいろ考えているうちにですね、やっていたら、あ、これじゃないなと思って、他のところに行ったりとか、こう二転三転して、結局は今日の朝のこの時点で自分が今何を語ればいいのかっていうのがわからない状態になってきているっていうことですね。ということで、今日の朝ですね、慎吾先生が自分の言ったことで、私があまり疲れているような顔をしているっていうのを例に感じたのか、これをくれたんですね。ユンケル、これいただいて、ちょっと飲みました。そして先生が、あ、ゴミ私捨てますよってもらおうとしたんですね。そしたら私が、あ、これメッセージに使いますから置いててくださいと。まあ、メッセージには使いませんけども、ジョークにちょっと。私札幌のすぐ近くの石狩っていうところに住んでまして、まあ、高先生の教会からすごく近いですね。札幌のその大通公園の一番端のそのテレビ塔っていうのがあって、その裏のちょっと斜め、向かいぐらいに二条市場っていうのがありますよね。そこにある時、知り合いの人が東京から来たので、どこに行きたいのかって、カニを買いに行きたいなって、そこに連れて行ったんですね。それで、すぐその店、市場の向かい側が駐車場だったんで、止めて、車を止めてですね、信号を渡って入っていったんですね。そしたらですね、その店の人が、あ、一郎さんですかって、
って言ったんですね。それに今これを使うっていう。ユンケルですよね。まあ、一郎に似てると言われていますけども、まあ皆さんがどう判断するのかはご自由で。はい。で、ある人には古田に似てると言われた人もいます。どっちなんでしょうか。ちょっと髭からして、やっぱり一郎なのかなと、思ってるんですけども、まあこれ記念に石狩に持ち帰ります。はい。慎吾先生からいただいたの、何か油注ぎがあるんじゃないかなっていう、そういう感じがしますね。はい。まあ、さて問題はですね、何を語るかっていう問題がありますけども、なんかこの祈りの家のセミナーを今日、今しているわけですよね。カンファレンス。実はもう初日からずっと迷い続けているわけですよね。その、拓也先生のメッセージを聞きながら、やっぱり準備したものを他のに変えた方がいいかなと、こう、思って、次の日の日にもまた、その、慎吾先生からいろいろ示されて、あ、マイムについて言わないといけないんだなと。マイム、水ですよね、水。まあ、一応書いておきますね。この話をしてくれるんだと思いますよって言われたので、ちょっと言わないといけないかなと思ったりとか。で、今日の朝賛美してたらまた違うものが来たんですね。やっぱりこう、窓足の霊が来てるのか、それとも、昨日パク先生が言ってた、神の家のその二つの柱ですね。それはもうヤコブが見たその梯子に、例えられることができて、神の御使いたちが、上り下りすると。あ、そうやって、なんかいろんなものを持って運んできてるのかなと、まあいいように解釈したいなと思ってるんですけども、今日の朝は、まあ、初日もそうだったんですけども、てっぺ先生が、ベテルっていう賛美をしてくださったんですね。それで橋先生に聞いたら、あれ、前、イスラエルにいて与えられた新しい曲だと。やっぱりベテルの話をしないといけないのかなと。そう思われてきて、ちょっと、先ほど賛美しながらも、どうなるんだろうと。皆さん、どうなるんでしょうか。ということで、まあ、とりあえず、ちょっと話をしないといけないので、もう時間もですね、1時間以上は与えられているので、なんか、私に与えられたテーマっていうのが、御言葉とトーラーっていうタイトルですよね。ですよね。ああ、はい。どうでもいいっていうことですね。はい。まあ、良かったなと思います。この朝の時間でね。しかも帰り、の日ですよね、今日が。最後の日。三日目ですね。なんか意味深な言葉ですよ、この三日目っていうのはね。はい。それで、昨日の午後、パク先生のメッセージの通訳をしていて、やっぱり、こう、主の愛が注がれているなと。愛する者にその眠りを与えてくださるっていう霊がこう充満するのを見て、いやー、もしこの時間、午後の時間私のトーラーの話になったらみんな、ねえ、どうなるんだろうと心配したんだけども、今日朝でよかったと思います。私はちょっと今眠いんですけどね。はい。まあ、ということで、まあ、御言葉とトーラーっていう話をどうしてもしないといけないかなという、こう、プレッシャーを感じながらですね。まあ、トーラーの話をちょっとしたいと思います。水の話じゃないんだけど、いいんですか？皆さん、トーラーって言ったら、皆さん、まず、モーセ五章ですよね。でも、まあ私は、御言葉とトーラーっていうタイトルをいただいたときに、同じことを書いてるなと。まあ、御言葉がトーラーで、トーラーは御言葉でしょうっていうことで、結局同じなんですけども、まあ、聖書の原則の中の一つで、初物の概念っていうのがあるんですね。最初のものが最も聖なるもので、最も良いものである。で、その初物が良ければ、あとはもう全部保証されるみたいな、まあそういう概念があるんですけども、皆さん聖書の中で真っ先に出てくる言葉、創世記一章の一節何ですか？ベレシートですよね。まあベレシートって言わなくて、初めにって言った方がいいかもしれません。ヘブル語をしないといけないのかっていうプレッシャーを感じる人が出てくるのでね。まあでも、まあベレシートで説明をしたいと思います。
これベレシートですよね。まあ、読めなくてもいいです。とにかくベレシートっていうふうに読みますけども、創世記一章一節を読むと、最初にベレシートっていうこの言葉が、単語が出てきます。なんでこの話をしたいかっていうと、やっぱり今日は、その、哲平先生の賛美から、示されたことをまず最初に言いたいと思います。なぜかというと、聖書の最初に出てくるこの単語は、まあ、もちろん、はじめにっていう、意味なんですけども、まあ、それだけでは、読み解けないところがあるということですね。まず、これは、二文字だけ取ると、バールっていうのは皆さん聞いたことありますよね。バルヨナとか、バルテマイとか、バールっていうのは、子っていう意味ですよね。そして、この三つを合わせると、バーラーになるんですね。バーラー。バーラーっていうのは、ベレシート、バラー、エロヒムっていうふうに書いて出てきますけども、すなわち神が創造したっていうことですね。だからこれは、創造するっていうことはですね、漢字ちょっと苦手なんですけど、創造するっていうね、創造したですね。で、ちょっと色を変えてやった方がいいですね。色がないか。この2番目の文字から3文字を取るとですね、これはですね、老子っていう言葉になります。老子。皆さん毎年、イスラエルでは9月から10月の間に新年が来ますよね。その新年のことをロシ、ハシャナって言うんですね。頭っていう意味です、ロシは。頭。で、ハ、シャナっていうのは、シャナは年、ハは定冠詞なので、その年の頭っていうことですね。だからこれ、頭っていう意味があります。そして、まぁ、あ、ちょっと飛び飛びになりますけども、その、哲平先生の話をしないといけないので、この、最初の文字、ベイトっていうこの文字と、後ろのヨットとターブをくっつけて、こうすると、もうそのまま家っていう意味になりますね。家、ベイト。先生が作った歌、ベイト、エル、神の家っていう意味ですよね。ですから、このベレシートっていうこの最初のトーラの単語を取ると、まず、子。この子は誰でしょうか？イエス様。神の御子ですね。そして、創造するっていう話が出てきて、頭っていう言葉が出てきて、家っていう言葉が出てきてます。これはですね、読み解くとこういう意味になります。神の御子が頭である家が創造されていく話が、創世記から黙示録まで続く話であるわけですよね。ですから、私たちは今、祈りの家の、カンファレンスをしている。祈りの家が神の家ですよね。ですから、この話は実は、今回のこの集まりと関わりがあるということがわかります。まあ、ですから、これは神の御子が頭である家が作り上げられていく話だということを、まず、ベレシートという創世記一章一節の最初の言葉がそれを意味するということを、ちょっと押さえていただいて、皆さん、家っていうのは、日本では主に木造建築ですよね。で、その、まあ、でも、イスラエルに行くと家は何で作るんですか？石ですね。で、石はヘブル語で、エベンって言うんですね。エベン。まあ、母音記号は省いておきますね。エベン。エベンっていうのは石っていう意味ですね。石。この石が家になっていくわけなんですけども、これも不思議な言葉になっています。最初の文字、アレフ。これ、ヘブライ語の最初の文字ですね。一番目の文字です。そして次の文字はベイト、二つ目の文字ですね。この二つをくっつけると、アブ、お父さんということですね。父。これ父です。で、後ろの二文字をくっつけると、これはベンという言葉になりますね。ベン。ベン。ベン、ダビードって言ったらダビデの子ということですね。だからこれは、こうです。父と子によって作り上げられていくのが家であるわけです。神の家を作り上げるのは、神の
お父さんと巫女であるということ。まあ、ですから、このエベンという言葉も非常に面白い言葉なんですけども、皆さん、まず、聖書の中に石の話がたくさん出てきますよね。いくつか聖書をちょっと開きながら見ていきたいと思うんですが、まず、イザヤ書の28章の16節、イザヤの28の16、前の方にも出てきますかね。皆さんの聖書を開いて、読んでください。もし前に出てきたら、あ、出てきましたね。やっぱり、さすが、慎吾先生が褒めた通りに、すごいですね。はい。それではですね、ご一緒に、この御言葉を読んでいきましょう。3、はい。だから、神である主はこう仰せられる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖の尊い頭石、これを信じる者は慌てることがない。これ、誰のこと言ってるんですか？イエス様のことですよね。だから、石は確かにイエス・キリストを意味します。そして、もう一箇所ちょっと、開いていきたいと思うんですが、第一ペテロの2章の4から8。第一ペテロの2章の4から8ですね。第一ペテロの2章の4節から8節は、私開く必要ないですね。前に出てきてくださいますね。はい。信頼してこっちを注目するようにします。はい。それでは皆さん一緒に4節から8節まで読んでいきましょうか。3、はい。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。従って、より頼んでいるあなた方には尊いものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからですが、また、そうなるように定められていたのです。アメン。まあ、さっきの言葉、引用した箇所でもありますけども、すなわち、イエス・キリストが、この石である、エベンであるということですね。家は、このエベンによって、作り上げられていきます。父と子によって。イエス様は、意味深な言葉よく言いますよね。皆さんどうですか？イエス様の話よくわかる？まあ私こういう話聞いたことあります。メッセージはもう明確で、もうシンプルじゃないといけない。それからするとですね、イエス様の話はとてもシンプルとは言えない。何言ってるのかわからない。イエス様は何の話ですか？弟子たちが質問しないといけないような話ですよ。どうして彼らには例えで話したんですか？まあ、慎吾先生の教会で、その、レーマ神学校で言いましたけども、例え話を僕先生たちメッセージでよく使いますよね。まあ、一番悩むのはこれだと思うんですよ。メッセージを構成して、3ポイントね。1ポイント、2、3と決めておいて、これにふさわしい例話がないのかなって、取ってくるわけですよね。その時に皆さん、僕先生方、これ絶対聞いてもわからないような例話にしようって、そう思う人いますか？これ、信徒たち聞いても絶対わからないだろうって。よかった、これでするって人いないでしょ。でもイエス様はそれにするって言ってるんですよ。マタイの13章読んでみてください。彼らは聞いても聞けず、見てもわからないようにする。悟ることのないようにするために、例えで話したって言ってるんですね。でもイエス様は例えじゃないと話さないって言ってるわけだから、じゃあ何のために言ってるのか。悟ってもらいたくないから言ってるんですねっていう感じになるんですね。ですから、実はイエス様の話はですね、とてもなんか、何言ってるんですかっていうような話が多いんですよ。代表的な話。私を見た者は父を見たのですって。マイル君がここに出てきて、あ、あんたお父さん誰って、私を見た者は父を見たのですって。あの子病院に連れて行ってくださいってことない。
まあ、これはあると思いますよ。うちの子が、立っていたら教会にね、あなたのお父さんわかる。この人でしょって。それはわかるんだけども、それはまあ私たちの理解できる話ですよね。でも、子供が私を見た者は父を見たんですって言ったら、え、これじゃないんですかって言われるんですよ。イエス様はそういう話を知ってる。で、イエス様の話っていうのは、本当はわかるようでわからないような話をしてるんですね。そうじゃないですか。私はイエス様の話ほど謎めいた話はないんだと思います。だから、それがあなた方には聞くこと、見ることが許されて開かれているけども、彼らにはそうではないというこの言葉が重要です。イエス様の話は誰も彼もが聞いてわかるっていう話では、そもそも、まあ、ないわけですよね。だから今日の話ですね、ちょっと、なんか、そういう匂いがするなと思っても、批判はしないでいただきたいと思います。まあ、その、何の話からですか。これ、石の話ですね。まあ、ベテルの話を私、したいと思っています。創世記の、28章、ちょっと皆さん開きましょう。18節。17から読んでいきましょうか。17、18、17から22まで読んでいきたいと思いますね。前の方に出てますので、ご一緒に読んでいきましょう。3、はい。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くところ、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。私はさっき賛美してる、てっぺい先生ちょっと今日なんかたくさん出てきますけど、ちょっと申し訳ないんですけど、ヤコブかなと思いました。アメンですか？いや、顔は、ちょっとヤコブの顔見たことないのでわかんないんですけど、なんか、マキコ先生との間に、もう今、9人目ですよね。あと3人。あ、それを思ったわけですね。まあ、あまりこう、ね、真剣な話ではないんですけど、あ、ヤコブが、この、ベテル、石の枕を、これは神の家だと。これは神の家になるわけですね。まあ、てっぺい先生は、日本国政府からですね、勲章をもらわないといけないんだと思います。少子化時代にね、これだけ貢献している国民っていうのはなかなかいないんじゃないでしょうか、皆さん。家族ぐるみで、ね、弟さんも、ね、浩平さんもそうですよね。まあ、私はそんなこと言う資格があまりないようなものなんですけども、ですから、この、まあ、神の家っていうのは、石と関係がある。そしてその石は、まさにイエス・キリストである。そして私たちも、それであるということですね。エペソ人の手紙もちょっと読んでいきたいと思います。2章の20節から22節までですね。エペソの、2章の20から22節まで、前の方にありますので、ご一緒に読んでいきましょう。3、はい。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。私たちも、共にですよ。一人じゃなくて、
だから祈りの家として、この教会堂が神の家だということではないんです。しかし皆さんがここに集まっていれば、ここが神の家なんです。ですから私たちもそのようにして神の御住まいとなっていくということがここに書かれています。ですからこの神の家、それが祈りの家であるわけですよね。だからその祈りの家を、家についての話をこの後はちょっと、していきたいんですけども、まだイントロですね。パク先生のちょっと真似をして言っていますけども、もうすぐっていう話は、私の理解では本当にもうすぐだと思うので、時間通りに終わると思います。皆さん今日3日目ですよね。3日目。三日目っていうのは聖書の中でとても重要ですね。三日目の話、もう一つだけ、ちょっと、おまけにお話、トーラーの話をしないといけないのでね。して、それから神の家、祈りの家の話を少ししていきたいと思います。創世記22章。まず二節を読んで、その後にですね、じゃあ、2、3、4まで読みましょうか。そしたらいいと思いますね。創世記の22章の2節、3節、4節。はい。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラムはロバに鍬をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のために、の焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。はい。あ、その次ありましたね。ごめんなさい。4節までです。はい。3、はい。3日目にアブラームが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。はい。この3日目。モリアの山が見えてきたんですね。これはですね、神様は言葉遊び好きですね。ワードプレイ。モリアの山に今どうですか？登っていってるわけでしょ。そしてそこでイサクを全焼の生贄として捧げなさいって言ってるんですね。同じ言葉が2回出てきて、登っていくっていう言葉は、意味合いとしてはですね、アーラっていう言葉ですね。アーラっていうのはその登っていく。そして全焼の生贄はオーラです。ここに、アーラ、オーラ、アーラと3回出てきますけども、まあ、1回はちょっとアーラじゃないかもしれません。まあ、意味合いとしては3回出てきます。すなわち、同じ言葉が語根になっている言葉を全部使っています。全焼の生贄の語根はアーラです。でも、全焼の生贄っていう言葉自体はオーラですね。オーラっていうのは全焼の生贄は完全に煙になって登っていくっていう意味です。だから、主の山、モリアの山、神殿の丘に登っていくものは、自分を全焼の生贄として祭壇の上に、昨日のメッセージとも関わってますね。昨日の夜のそこに捧げたものが真の登っていくことができる。イスラエルの民がその離散していて、自分のことをイスラエルに戻っていくことをアーリアと言いますよね。アーリア、そのアーリアの語根もアーラーです。だから主の山に登っていくことを、まあ、アーリアというわけですよね。で、ここに、モリアの山が出てきますけども、こうなってますね。モリア。こうなりますけども、ここにあるモーリーっていうこの言葉はですね、モーレーっていう言葉から来てますけども、教師っていう意味です。教師。教師っていう意味なんだけども、後ろがリになるっていうことは、ヘブライ語の意味としては、私のっていう一人称の所有格になるということですね。私の教師。後ろにあるヤっていうのは、皆さん何ですか？ヤーウェ。
アドナイを縮約して使うときにヤになります。皆さん、ハレルの後ろにくっついているのがヤですよね。ハレルっていうのは賛美する、ヤ。褒めたたえる、主を褒めたたえるということですね。ですから、このモリアっていう山の名前は、実はですね、神は、主は私の教師っていう意味なんだけども、この教師っていう意味の言葉の、この、モーレっていう言葉はですね、もともとヤーラーっていう言葉から出てますけども、ヤーラーっていう言葉は、的を正確にいるっていう意味があって、トーラの語根です。トーラっていう言葉はここから出てきます。なので、これは何の山ですか？神様が、もう、アブラハムに神の教え、トーラを教えてくれる山だということです。トーラの本質を。ですからその山に登っていくときに、三日目にその山が見えてくるんです。皆さん今日が三日目ですよね。だから今日は何の日ですか？まあ、聖書的に3日目というのは蘇りの日でもありますけども、この意味合いで言うときに言えることは、皆さん自身を主に捧げる日だということです。何として？全焼の生贄として、皆さんを捧げていく日であるということですね。そして、まあ、昨日、ダビデの幕屋で、使えるものの一番そのトップというかリーダー、の人を先見者だと言ったんですね。視野はですね、見る人。見る人はですね、どうすれば見ることができるんでしょうか。アブラハムはここで神を見るんですね。それがどこに書いてあるかというと、14節ちょっと飛ばして、22章の14節、ちょっと、読んでいきましょうか。皆さんでちょっと読んでいただきたいと思います。22章の14を読んでください。3、はい。はい。イルエですね。これがイルエなんですけども、アドナイ・イルエっていうのは、その後ろに主の山に備えがあるっていうふうに、まあ書いてあるわけなんですけども、これはですね、ヘブライ語から見ると、ラー・アーっていう意味です。語源はですね、語源は、語根は、ラー・アーから来てるんですね、ラー・アー。これは見るっていう意味の言葉で、霊的に見るっていうことです。まあ、肉の目で見るという意味ではありません。そこで、その、主の山に備えがあるという翻訳をしてるんですけども、アドナイ・イルエっていうのは、アドナイは主でしょ？イルエっていうのはラーアーから来た言葉ですよ。これは見るという意味ですから、その山は主を見る山だということです。主の山に備えがあるっていう、まあ翻訳。まあそれが悪いとか間違ってるとかっていうことを言いたいんじゃなくて、その山は主を見る山だっていうことです。アブラハムがイサクを自分の一人子を全焼の生贄として捧げようとした。実際には捧げられてないよね。でも本質的には捧げられてるんです。ですからそのことを通してアブラハムは主を見たわけですね。それで、まあ、このモリアの山の話をしたんですけども、ちょっと残りの時間を使って、この祈りの家の話を、していきたいと思うわけですね。皆さん、その、トーラっていう言葉が あんまり好きじゃない人もいます。皆さんみんな好きですか？好きですか？皆さんが決定的にトーラが好きになるようなことをちょっと一つ言ってあげたいなと思います。マナちゃん、御国の福音っていうとこちょっと開いて、もらっていいですか？はい。皆さん、御国の福音って今ここにありますけども、
皆さん隣の人に福音とは何ですかって聞かれたら何て答えますか？福音とは何ですかって、私たちいつも福音を述べ伝えましょうって言ってるじゃないですか。知らないのは述べ伝えられないよね。だから福音とは何かって聞かれたらパッと答えられるようになってないといけないでしょ。まあそれはもう簡単です。イエス・キリストの十字架の死と復活、それが福音でしょ。そうですよね。まあ日本人の皆さんは質問されても答えないっていうのが美徳ですから、私がもう言って、答えて、しまったんですけども、福音はイエス・キリストの十字架の死と復活、それをまあコリント人の手紙では福音だと明確に言っています。じゃあもう一つ福音という言葉を考えるときに、それはもうこういう定義付けもできると思いますね。イエス様についての話が福音でしょ。イエス様についての話の真髄が十字架の死と復活ですから、まあ広く考えればイエス・キリストに関する話が福音だということです。じゃあしたら次のところちょっと行きましょうか。トーラが福音って私書きました。トーラが福音、ヨハネの5章の39、今度はここに全部出てますので3つを全部読んでみたいと思います。1個ずつ読んでいきましょう、5の39から3。はい、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。46節3。はい、もしあなた方がモーセを信じているのなら私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。ヨハネの8章の28、3。はい、イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。イエス様は旧約聖書が全部私のこと言ってる、もう狭い範囲で言うときにはその下ですね、モーセが言ってるのは私のことですよって。モーセが言ってることはトーラじゃないですか。トーラは私のこと言ってますよ。そして8章では私は父の話をしている、父から教えられた通りに言ってる、すなわち旧約聖書に語られた主の御言葉をイエス様はそのまま教えてるということです。私たちはよく旧約聖書の話と新約聖書を切り離す傾向があります。教会で古い戒め、新しい戒め、古い契約、新しい契約。でもそれはイエス様が言ってることとは違う、使徒たちが言ってることとも違う。トーラが福音であるっていうことですね。じゃあそしたらですね、もう一箇所ちょっと開きたいんですけども、次のところ出てきます。トーラが福音である理由です。ヘブル人の手紙の4章の2節そして6節読んでいきますけども、まず2節を読んでいきましょう。3。はい、福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。6節ちょっと待っていただいて、これはですね、ヘブル人の手紙で語られて、その3章から読んでみてください。出エジプトをしたイスラエルの民の話をここでしてるんです。だから誰が福音を説き聞かされたかっていうと、イスラエルの民が出エジプトをした時に聞かされたって言ってるんですよ。いつ聞いたんですか？エジプトから出る時、荒野で。だから出エジプト期に出てくる話が全部トーラの話だって、イエス様の話と一致しますよね。モーセが言ったのは私のことですよって、イスラエルの民が出エジプトした時に聞いたのはトーラですよ、あ、その福音ですよって。じゃあしたら福音は何なのか、ここで。このヘブル人の手紙が言ってる福音については、6節にその答えが出てます。ご一緒に6節をお読みしましょうか。3、はい。はい。こういうわけでその安息に入る。安息っていう言葉が福音なんですね、本当は。昨日誰かが言いました。慎吾先生だったか、この前の牧子さんだったかもしれないけど、安息に、私たちが安息日を守っているんじゃなくて、
安息日が私たちを守っているってユダヤ人の聖徒はクリスチャンじゃない、メシアニックじゃない人が言いました。その通りですね。イエス様がそれを言ったんです。安息日が人のためにあるのではなく、人が安息日のためにあるのではなくて、安息日が人のためにあるって言ってるんです。そうでしょ。だからそのメシア肉じゃないけども、おそらくイエス様に、イエシュアに会う日が近いのかもしれません。皆さん、安息日っていうのはヘブル語ではシャバットですね。シャバット、そうですね。この中で安息日守ってる人いますか。シュンさんなんかこの前手挙げましたけども、純粋な意味では守ってないんですね。どんな仕事もしてはならない。どんな火も焚いてはならない。それを破ったらどうなりますか。民から断ち切られるわけです。断ち切られてないですか、皆様。その基準がもし適用されてしまうならば、私たちは安息日を守ったことがありますか。もし律法が書いてあることをそのまま解釈するならば、いやもう平気で破ってるじゃないですか。日曜日に礼拝してる、ね、ガスレンジにボタンを押していくらでも火焚いてご飯作って食べてるし、冷蔵庫のランプだってそのままだし、エレベーターのランプはそのボタンだって平気でこうね、押して触ってるわけですね。じゃあそれが安息日を守ることなのか。安息日は何なのかっていうことですね。実はこれも家と関係があります。神の家と。この神っていうこの文字は、神の形ですよね。昨日なんか神の形っていう話を誰かがしましたね。はい、誰だったの？わかんないけど。そしてこれは家ですよね。ベイト。このターブは十字架だけども、もう一つ意味、完成です。神の形の家の完成。家が完成したらどうですか？その家に入居するわけです。この神の形の家が完成して入っていく、そこにいる時をシャバットって言うんですね。ですから、私たちが神の家だと、さっきエペソの手紙で読みましたから、私たちが神の家として、お互いがつながり、また築き上げられて完成するならば、そこは安息なんです。私たちはそのプロセスの中にあって、その前味を味わっている、今ですね。ですから、このトーラが言っているのは、福音なんですね。安息っていう言葉もまさに福音を意味します。皆さんがお時間があるときに、ぜひこのヘブル3から4まで、読んでみて、ください。祈りの家の話をしないといけないので、あれなんですけども、1個だけですね、お話ししたいと思います。2枚進んでもらっていいですか？二枚、はい。じゃあ、御国、これはどこにありますか？どういう国ですか？ヘブル語で御国っていう言葉は、マルフートっていう言葉なんですけども、大概、天っていう言葉がくっついてきます。天の御国。それは、マルフート、ハッシャマイムっていう言葉なんですね。すなわち、ハッシャマイムの国なんです。天の御国ですね。それは、まあ、意味としては、神様が王である国が、御国です。皆さん、この神様の、神様が王であるこの御国、どこにあるんでしょうか？次。天の御国はどこにある？天はどこなんですか？天はどこにありますか？この外に出ていたら天が見えますか？マタイの6章の9節、ご一緒にお読みしましょう。3、はい。だから、こう祈りなさい。天にいます私たちの父を皆が崇められますように。これはイエス様が弟子たちにこう祈りなさいって言って教えてくださいました。ここに見たら、天にいます私たちの父をだから、あ、
お父さんがいるところを天なんだなって思いますよね。お父さんが天にいる、だから宇宙船に乗っていけば出てくるのかなって。旧ソ連の宇宙飛行士は行っていませんよって言いました。じゃあどこまで行ったら宇宙のどこかで出てきてくださるんでしょうか。そういうことじゃないですよね。皆さん、まあ、これはもうあまりにも、初歩的なことなので分かってると思うんですが、ここにある天っていうのは複数形で書かれてますよ。ウラノイスっていう言葉ですね。シャマイムっていうヘブライ語も単数じゃないですよね。シャマイム。それは何なのかっていうことですね。それは本当はイエス様が私たちに、教えて、くださっています。まあ、ちょっと何枚か飛ばして時間がないので、そのことだけちょっと見て、神のその家の話をちょっとしたいと思うんですが、13枚目ぐらいですかね。はい。これさっき読みましたね。もう一箇所その下に出てきます。押してもらっていいですか。ご一緒にこれをお読みしましょう。3、はい。空、ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか。神の国はあなた方のただ中にあるのです。あなた方のただ中に神の国、天の御国がある。あなた方が天だって言ってるんですよね。隣の人にいてください。あなたが天ですよって。なんか笑ってますけど、やっぱり納得がいかないですよね。私がどうして天なんだって。イザヤ書の66章の1節から2節、次出てきます。ご一緒にお読みしましょう。三、はい。主はこう仰せられる。天は私の王座。地は私の足台。私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか。私の憩いの場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作ったもの。これらすべては私のものだ。主の見つげ、私が目を止めるものは、へり下って心砕かれ、私の言葉におののくものだ。これはですね、神の憩いの場、住まい、神の家、それはあなたたちだよって言ってる。これが本質なんですね。だからじゃあ自分の家で祈ればいいということなのか、そういうことじゃないんです。私たちがこのような心を持った、このような状態になった私たちが天である。この私たちが共に集まり祈るところ、そこが祈りの家であり、神の家です。私たちに必要なのは、このイザヤが言っているように、主の見つげ。私が目を止めるものは、すなわち私の住まいは、神様が言っています。私の憩いの場は、私の家は、へり下って心砕かれ、私の言葉におののくそのものだって。神様がそう言っておられるわけですね。ですから天の御国っていうのは場所概念ではないわけです。それは私たちの内なる人の状態を言っているわけですよね。皆さん、ちょっと暑くなってちょっと眠くなっているかもしれない、5分だけ休憩して、ちょっと神の家、祈りの家の話を最後に少しして、終わりたいと思います。よろしいですか。はい、はい、主に拍手しましょう。5分だけ休憩して続きしたいと思います。
それでは、始めましょうか。祈りの家の、まあ、話、この後しますけども、皆さんにちょっと、この話だけちょっとしてから行きますね。これ、丸い円が見えますよね。この丸い円は、実は、祭り、主の祭りの、まあ、カレンダーだと思ったらいいんですけども、もう一つ言えることは、これは、神の時間っていうことですね。こっちは、こっちの線は、私たちの時間です。私たちの時ですね。皆さんは永遠の命を得ていますよね。でも死なない人いますか？死なない人。私は多分死なないと思いますって。文鮮明がそういうふうに言われ、死にましたね。蘇ってくるんでしょうか。まあ必ず死にます。始まりがあり、終わりがある。でも永遠の命というのは終わりはないわけですね。じゃあ私たちいつ永遠の命をいただいたんですか？イエス様を信じたときに。ここが、クロノスですね。私たちの時間です。言い方変えると、エジプトの時間です。そして、こっちは神の時間ですから、これはカイロスですね。これは永遠っていう時間です。神様には時間がありますか？永遠っていうのは本当は時間がないっていうことです。私たちは生まれるときはみんなどこにいますか？エジプトにいるんですね。いや、私は日本にいましたよって。エジプトじゃない、日本にいました。あ、韓国にいましたとか。そういうことじゃなくて、エジプトっていうのは、ミツライムですね。狭いところです。意味は、取り囲まれているところ。意味はそういう意味ですね。で、その、捕まえられて奴隷となって狭いところに、牢屋に閉じ込められているところがミツライムっていうことですね。私たちがそういう霊的な状態にいたっていうことを象徴する言葉がエジプト、ミツライムっていうことで、私たちは生まれる前から私は永遠の時間の中にいましたっていう人は一人もいないわけです。みんなエジプトの時間に生まれてきました。しかし人生の中で必ずこの一点、これが私たちの時間と神の時間の接点です。それを聖書が言ってる言葉にすると、過ぎ越しっていう言葉になります。ペサフ。イスラエルの民がペサフを通して、過ぎ越しを通して、どうなったかっていうと、エジプトの時間から神の時間に入っていくっていうことになりました。そうですね。私の民を、荒野への三日の道に乗りを生かして、神のために祭りをさせるっていうことを神様がパロに言わせたんですね。そのモーセにパロに言うようにさせたんですね。だからここは縁になってます。縁は始まりもなければ終わりもないですね。で、これをヘブル語にするとマーガルっていう言葉になるんですが、詩編の23編の3節を皆さんの聖書からちょっと開いて、ください。詩編23編の3節、ご一緒にお読みしましょう。皆さんで読んでいただけますか？ 3、はい。ために私を義の道に導かれます。まあ、ここに義の道っていう言葉が出てきていますけども、ここにある道は、いわゆる、私たちがイメージする道とは違う道っていう言葉が使われていて、それがマーガルっていう言葉が使われています。これはですね、まっすぐな道じゃないんですよ。ぐる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 回るこの道です。その意味がそういう意味だっていうことですね。
じゃあそれは何を意味するかっていうと、神様の祭りを意味します。祭りを意味する言葉に、モエードっていう言葉がありますけども、これはレビ記23章にたくさん出てきますね。まあもう一つハガグっていう言葉もあるんですが、まあこのモエードっていう言葉は実は創世記1章の方にも出てきてます。季節っていう言葉ですね。それはヘブル語の意味としては神様が定めた時間っていう意味です。それが祭りの本当の意味ですね。すなわちあなたたちをこのエジプト狭いところに閉じ込められているその時間から神様の時間、モエードの神の定められたその時間、カイロスの時間に連れて行くよって。このままこの天を杉越を通らないでまっすぐに行っちゃったら死ですよね。でもこっちから私たちは杉越の方に、神の時間の方に引き上げられてきてるということ。皆さん、この祭りのことを考えて、見たことがあるのかわかりませんが、実はですね、イスラエルの民が最初の杉越を経験したのは、出エジプトでしょ？その時に、迎えた杉越の祭りっていうのは、イスラエルの民は全く死んでないんですよ。神の子羊が死んだだけですね。自分たちが死ぬっていうことは経験してないわけですよ。そうでしょう。そして、紅海を渡ったのが初穂の祭りの時だと言われています。そして、杉越が過ぎたらすぐに除光祭が始まって一週間あります。その後、初穂の祭りを起点にしてカウントをするんですね。1,2,3,4 と7を7回して49。次の五旬節に彼らは何を受け取ったんですか？トーラ。自分が死んでない状態で受け取ったトーラは、必ず私たちを殺します。それはローマ人の手紙の7章にちゃんと書いてある、その、パウロが解説をしたんですね。私自身のこの肉なる自我っていうのが死んでない状態で、ただ、子羊の血によって、ここに引き上げられただけ。だから彼らはシナイ山で、石の板に書かれたトーラを受け取って、みんな荒野に倒れて死にました。モーセ、率いる民で、第一世代はみんな、ヨシアとカレブ以外は。だからこの最初のこの杉越では、イスラエルの民は自分たちは死んでないんです。神の子羊がほふられただけです。そして彼らが最初に迎えた五旬節は、トーラを受け取ったらいいですけども、これは石に書かれたトーラ。私たちを殺すトーラになっていくわけですね。でも皆さん2回目の杉越はいつですか？もちろんその間にたくさんありますけども、霊的な意味合いで2回目は、新約時代、イエス・キリストが来て、十字架にかかるその時、イエス様だけが死んだんですか？聖書が言ってるのはイエス様だけが死んだとは言ってないんですよ。でも教会でよくあることは、いや、イエス様が私の代わりに死んでくださったから、私はもう、それに預かるだけだって。そう思いがちなんだけども、そういう状態であれば、まだイスラエルの民が通った第一回目の杉越を通って、初穂の祭りを通って、五旬節を迎えるそのサイクルにいるっていうことです。だからこれはですね、一回だけじゃないんですよ。何度も何度も毎年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 、永遠と回ってきます。これが義の道だって、詩編でダビデが言いました。皆さんが今どこに入っていますか？この義の道。みんなイエス様を信じた者は、イスラエルの民が一回目の杉越で経験したことはみんな経験しています。それは何ですか？贖いです。しかし、イエス様が通った象徴的な二回目の杉越、イエス様と私たちが一緒に十字架につけられたって、聖書は、使徒たちは言ってるんですね。イエス様は言ってないんですか？私についてきたいと思うならば、自分の十字架を追って、自分を捨て、自分の十字架を追って私についてこないといけません。だから、私たちは、教会でね、この一回目の杉越だけで、あ、ハレルヤ万歳救われたって、みんなこう、お祝いして終わってしまう可能性が高いんです。気をつけないと、
イスラエルの民が通った杉越は自分たちは死んでない。死んだって書いてありますか？死んでないんですよ。でも2回目の杉越の時にイエス様が死なれる時に私たちも共に死んだって、それを私たちは今通ってる。昨日祈りの家の働きをする皆さんの証を聞いた時に、あ、その葛藤が、その戦いがあるなっていうのを感じました。だから、ある、多分、ね、拓也先生の教会の、ね、光平さんです。光志くん。こんな自分のこといつも祈っていいのかなって。本当は自分のことを祈ることがメインでしょう。ただ、自分のことを祈るって言ったら、神様、いい仕事くださいとか、あ、iPad Pro 新しく出たので欲しいですとか、自分が買ったからね、ローンで買いました。例えば、あ、神様何が欲しいですとか、美しい妻が欲しいとか、まあそれ祈っちゃいけないって言ってるんじゃないでしょ。だからそういう祈りをしているわけじゃなかったんです。こんな私でいいのか、こんな自分でこの祈りの家の務めをしていいのかって、それは何の葛藤ですか。自分に死ぬための戦いですよ。だからその証はまさにその通りだなと思いますね。ですから私たちは今このサイクルの中にある。エジプトにはいないんです。そうですよね。だから私たちは主の義の道に入れられていて、毎年同じことを経験しますよ。ああ、確か贖われて救われて聖霊のバプテスも受けたはずなのに、え、堂々巡りしてるのかなって、いや、私って、どうなんだろうって思うような葛藤もあるかもしれません。ペイさんの証を聞いても。でも、それは、毎回回ってくるこのサイクルのマーガルの道の中で、私たちの肉なる部分が削られ、削り落とされ、主の似姿に栄光から栄光へと作り変えられていく、そのプロセスの中に私たちもすでに入っているということなんですよ。ですから祈りの家で祈ることがどれだけ大事なのか、それをですね、今祈りの家の話でちょっとしていきたいと思います。残りの時間あまりないので、時間通りに終わるようにちょっと頑張りたいと思います。ですね、まずとにかく出してもらっていいですか。はい、これ皆さんもう何度も聞きましたね。これ引用箇所がありますよね。次です。イザヤ56章の7節、これ引用箇所です。私の祈りの、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。これの出どころはどこですか。これも出てきましたよね。多分拓也先生おっしゃったような気がするんだけど、列王記ですよね。次の写真、ソロモン王が、ソロモン神殿が完成しました。その奉献式で語った言葉、捧げた祈りがあるんですね。その祈りの内容が先ほど見たイザヤの56章の7節に、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるっていうこのことの根拠になっているわけですね。だからこのイザヤ書の56章はこの列王記第1の8章からその根拠を持ってきてるわけですね。まあ全部読むことはしませんけども、次ちょっと行きましょう。その次ですね。ここを見るとイスラエルの民がこの家であなたの前で祈るならば、それを聞いてくださいっていう祈りをソロモンが捧げています。その次に、行きます。もう一枚、次、41節からのとこですね。ここを見ると外国人たちが、ユダヤ人だけじゃないです。外国人がこの宮で祈るならば、その人たちの声も、祈りも聞いてくださいって言ってるんですよ。だから、ここがいわゆる祈りの家が、その、私の家が祈りの家、すべての民の祈りの家であるっていう根拠が、まあ、ここに、まあ、あるわけですよね。皆さん、祈りの家について、皆さん考えたこと、まあ、あると思います。祈りの家の働きを私たちしていますから、この神の家、祈りの家は根本的にどういう家なんですか？役割っていうか、次ですね、ちょっと出して
いただいて、その次です。その役割、はい。それは、神がご自分の民にご自分を表される場所である。神の御臨在がある場所であるということですね。皆さんがある人の家にお招きを受けていくとします。まあ、今回、慎吾先生のその霊魔神学校に招かれていきました。それで行ってみたら、慎吾先生がいない。っていうことであれば、え?っていうことですよね。誰かの家に招かれたときに、皆さん何を一番期待しますか?例えば、その橋本先生だったら、北海道に遊びに来て、アイトテに泊まってくださいって言われて、ああ、ハレルヤやったって言って行くんですね。どんな料理を出してくれるんだろう。ベッドはどうなんだろう。部屋は綺麗なんだろうか、掃除はされてるんだろうか、そんなことを気にしながら、まあ、行く人もいると思います。でも、大事なのは、肝心なのは何ですか?その家にいてピンポーンって言ったのに、その家の主人が出てこない。トン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 。出てこない。がっくりですよね。まあ、最近、宅配便の業者たちが困ってるのが、ピンポンしても出てこないから、人がいない。再配達をしないといけない。苦しいわけですよね。もう、人数も少ないし、業務時間も長くなって残業がどうのこうのっていうテレビニュースに出てました。彼らが一番願うのは何でしょうか?その家に物を届けに行くときに、家の主人がいてほしいっていうことですよね。私たちが神の家に行くときに、一番願うのは、神様の顔を見ることじゃないですか。だから、この祈りの家、神の家の最も重要な役割は、神様の御顔を見るところだっていうことですね。その次ですね。もう一つ、それは祈りの家であるっていうことです。皆さん、祈りの家であるっていう根拠がさっき、列王記にあると言いましたけども、さらに遡ってあるんですよ。それはレビ記の1章から5章にあるんですね。それもなんか、牧子先生だったか、生徒のユダ人が言ったような話に出てきてましたね。あなたたちにとって礼拝は何かって。それは祈りだって誰かが言いましたよね。あ、先生ですか。はい。ですから、これは、そのレビ記の中で捧げられるこの生贄っていうのは、実は祈りを象徴するものですね。皆さん、イスラエルで今生贄捧げられてますか?神殿が崩壊しても2000年経ちました。新しい神殿は建てません。レビ記に書かれている神の戒めの律法を守る方法はないんですよ。どうやってやってるんですか?祈りです。なぜならば、レビ記に書かれている生贄、五大生贄制度っていうのは、その本質が祈りであるからですね。次、ちょっと行きましょう。もうその次ですね。ちょっとあんまり時間ないので飛ばしていきます。ここに祈りという言葉が列王記から出てきています。これをご一緒にお読みしましょう。3、はい。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、昼も夜も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。皆さん、神様が私たちの祈りを必要とするんでしょうかって、牧子先生が言ったような気がします。ですよね。神様は私たちの祈り必要ですか?まあ必要かもしれません。でも、本質を言うならば、神様には祈りが必要ない、私たちの祈りは。その祈りが必要なのは私たち自身なんですね。でも、ヘブル語で祈りという言葉があります。次。テピッラですね。テピッラ。これ祈りですよね。で、テピッラっていうこの言葉なんですけども、実は、まあ、ヘブル語の意味としては、まあ、鳥なしに近い意味なんですけども、ちょっと難しい話で聞き流しても大丈夫なんですけども、ヘブル語の文法の要素の中に、新学生たちはわかるかもしれません。ヒトパエル系っていうのがあるんです。ヒトパエル系。これはですね、再起。再び戻ってくるということですね。再起。
再帰系なんですね。だから再帰っていうのは戻ってくる。私たちが取りなしをするために主の前に立った時に捧げる祈りは私たちのところに返ってくるということです。ですから祈りは神様のために私たちがしないといけないということじゃないんですよ。本当は私たち自身が最も祈りを必要とする私たちのためであるということですね。そして次、このパーラルっていうのが、そのヘブライ語のテピラの語根ですね。これがあの祈りっていう言葉の根っこになっている言葉なんですけども、これの意味は、ユダヤ的なヘブライ的な祈りの本質の意味です。それは何か願い事を言うっていう意味は入ってないんですね。祈りは神様の前に出て行って立つっていうことです。これが祈りです。これがそういう意味なんですね。神様の前に、神の王国で審判者である、裁き主である、王である神様の前に出て行って立つ。これが祈りなんですよ。次の、まあ、絵ですね。祈り。皆さん、神様が正しい審判者ですよね。これが神様の前に立つ、その審判者の前に立つことが本当の祈りの意味だとしたときに、皆さんが例えば祈りのために神の前に出ていて立った。どんな話が口から出てくるんでしょうか。王である審判者の前に立った時の私たちの口から出る言葉ですよ。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。これですね。皆が崇められますように、その神様を褒めたたえることがまず出てくるでしょう。御国が来ますように、御心が天で行われているように地でも行われますように。だからイエス様が教えてくださった主の祈りっていうのはね、イエス様が新しい祈りのことを教えてくださったっていうんじゃなくて、本当はイスラエルの人が本質的にはその祈りをしていたわけですね。でもパリサイ人たちは偽善者の祈りをしていて、本質が骨抜きになってしまっていたということであって、もともとユダヤ人が祈る祈りの内容がそれであるということですね。皆さんにちょっと聞きたいんですけども、自分が思っている心、自分の思っていることと神様の御心はきっと同じだって思う人いないんですか。ちょっと手挙げるに挙げられないという感じですよね。はい。まあ、でも正解です。聖書はそう言ってる。私の思いはあなた方の思い、あなたたちの思いとは違う。だから、まあもちろん私たちが祈りは神様の前に出ていて審判者の前に立つことだって言った。だからまず神様の声を聞くわけですよね。で、私たちが思って祈ろうとしていることと神様の御思いが同じであれば何ですか？ハレルヤーですね。でも、違うってよく聖書に書いてあるから、もし神様と私たちの思いが違うんだったら皆さんどうですか？神様あなたの思いを思い直してくださいって。それでしょうか。審判者の前に立ちました。王の前に立ちました。王が何か言われる。あ、私はこう思ってるけど、主よあなたの思いを思い直してください。私たちの祈りはよくそういう祈りになることがあります。しかし本当は祈りの本質は私たちの思いを神様の思いに変えていくプロセスですよね。神様の思いを私たちの思いに変えていく方法じゃなくて、私たちの思いが神様の思いに変えられていくプロセスが祈りなんですよ。だから私たちは絶えず祈らないといけないんです。
正しい審判者である神様の前に立ったときに、主の御心が示されたときに、あ、主よ、私はそう思っていませんでした。それが示されて、私があなたの思いに作り変えられていくことができるようにしてください。そう祈らないといけないのではないでしょうか。17ページちょっと出してもらっていいですか。次、まだ先かもしれませんね、はい、17ページあたりですね。あ、はい、それをちょっと全部出してください。祈りは神様の考えを変えるためのものではない。あ、その前に戻ってね、行き過ぎました。祈りは私たちの考えを神様の考えに合わせ変えていくこと、それを学ぶ場であるわけです。だから皆さん、祈らなくてもいい人っているんですか？祈りの場は神様が私たちを作り変えていく場ですよ。だから神様は言いました。絶えず祈りなさい。どうすれば絶えず祈れるんですか？ギリシャ語で祈りを意味する言葉二つあります。ユーコマイ、もう一つはプロシュコマイという言葉です。絶えず祈りなさいはプロシュコマイです。ユーコマイはちょっと違うんですね。でもユーコマイの祈りもします。病人のために祈る、求める。プロシュコマイは神様の御心を祈る祈りです。イエス様がその祈りのプロシュコマイ、祈りの本質を私たちに教えてくださっています。次の御言葉ちょっと読んでいきましょう。ヨハネの5章の30節ですね。まず読んでいきたいと思います。3、はい。私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。マタイの26章の39、3、はい。それからイエスは少し進んで行って、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。これが、イエス様が教えてくださる祈りの本質、プロシューコマイですね。私たちが絶えず祈ることはこれです。主よ、私の願うところではなく、あなたの御心をなさってください。あ、私はこう思っていたけど、主よ、あなたがそれをそう思っておられないならば、私はあなたの心に私を変えていきます。助けてください。私を作り変えてください。ですから、祈りはですね、次、書きましたけども、なんか、全部出してください。なんか一個ずつ出てくる。なんでこうなっているのか。はい。じゃあ読んでいきましょう。これは一緒に読みたいと思います。さん。はい。祈りは私たちの思いと願いを神様の思いと願いに変えていくことを学ぶ絶え間ない訓練でありプロセスです。アメン。このプロセスをさっきのこの、これも同じことを言っています。このサイクルの中で過ぎ越しを通るたびに、私たちは自分に死ぬことを学んでいく。祈りをする、祈りの場に、主の前に立った時に、私たちが学ぶのはこうしてほしいとか、ああしてほしいとかっていうこともまあ祈っていいし、それもあるでしょう。しかし最も大事なのは、主よ、私をあなたの御思いに作り変えてください。そうやって祈り続けていくときにですね、祈りの家に与えられている最も重要な本質が私たちに成就します。それ何でしょうか。第一列王記の8章の29節。なんか逆になってますけども、順番がですね、主の御名が置かれるところである神殿です。これは神の家、私の家は神様言ってますね、祈りの家だと。でも、もう一つ、それは神の家はですね、こういう重要な
本質があるわけですね。8章の29を読んでいきましょう。3、はい。そして、この宮、すなわち、あなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、昼も夜も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。この祈りは、主よあなたの御心を私に行わせてくださいという祈りだと、プロシュコーマイだと言いました。そして、その神殿は、神の家は、教会は、私たちは、神の名が置かれるところだということです。これが神殿の最も重要な本質なんですね。これはですね、皆さん、申命記開いて、自分で調べてみてください。たくさん出てきます。私の名をそこに置くっていうことですね。申命記の御言葉、ちょっと読む時間がないので、ちょっと飛ばして次行きましょう。ここに書いてありますけども、次ですね。皆さん、もう一回押していただいて、主の皆が置かれるところ、それはさっき、列王記を読んだときに、申命記を読んだときに、それはエルサレムに立っていた、あの神殿だったんですね。そこに神様ご自分の名を置くっていうことだったんです。それは、本質的には、表面は神の宮にっていうことなんですけども、新約時代、私たちが生かされているこの時、主の啓示は、その宮が私たちであることを教えてますよね。イエス様は言われました。あなた方はこの神殿を倒してみなさい。私がこれを3日で建て直す。46年もかかったのにあなたがそれ3日でできるのか。それは神殿であるご自身のことを言われた。そして、新約聖書の中に私たちが主の宮であり神殿であることを教えています。だったら、その神の御名が記されるところは、私たちでしょ。それを黙示録が言ってるんじゃないですか。3章の11から13節、黙示録ですね。読んでいきましょう。3、はい。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得る者は、私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の名と私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。彼らに。彼の上にです。私たちですね。次の箇所も読んでみましょうか。黙示録の14の1節。ご一緒に3、はい。また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名が記してあった。この14万4千人象徴的な数字で、私たち主の教会をも意味しますよね。その額には、子羊の名と、子羊の父の名が記される。あ、ここが神の宮、神殿、神の家だっていうことが明確に掲示されてますよね。皆さん、祈りは、正しい審判者である、王である神の前に立っていることだと言いました。その時に私たちは主の御心を教えられる。その時に自分の心を主の心に変えていただくっていう、絶え間のないプロセスが祈りだと言いました。だから祈り続けて主の前に絶えず祈るプロシュコマイするものがどうなるのか、誠の神の御住まい宮となる、そのもののところに、宮となったところに、その人に神の名が記されるということですね。もう一箇所お読みしましょう。黙示録の22章の4節3、はい。神の御顔を仰ぎ見る。また、彼らの額には、神の名がついている。はい。誰が、神の家、神殿、宮であるかが、ここにも明確に書かれています。私たちが神の宮ですね。じゃあ、したら、皆さん、神様の名前は何ですか？これ最後になります。あと5分ぐらいで終わると思いますので、神様の名前は何ですか？
聖書が掲示している神様の名前もいっぱいあります。ここで言いたい神の名前は、黙示録に書かれているんですけども、次読んでいきましょう。はい、彼らの額に書かれた神の名は何なのか。黙示録19章の9節読んでいきましょう。3、はい。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、また、これは神の真実の言葉ですと言った。これはですね、文脈をちゃんと読んだら、ちょっと翻訳は、いい翻訳じゃない。まあ、あんたがそんなこと言っても、説得力ないわって言われるかもしれませんけども。これ皆さん、その19章を読んでみてください。そして、その後に出てくる言葉も含めて文脈を読むと、ここにね、これは神の真実な言葉って書いてるけども、上を見ると、子羊の婚宴の場に招かれた者たち、私たちは、幸いだと書きなさい。その者たちです。この人たちは神の真実な言葉。これ複数形で言葉って書いてあります。単数じゃないんですね。この人たちが神の真実な言葉、複数形、言葉ですって。どの人たち？子羊の婚宴に招かれた人たちが神の真実な言葉だって言ってるんですよ。皆さん、神様の名前は言葉でしょ？ヨハネの一章の十四節下にありますので読んでいきましょう。三、はい。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。イエシュアの、イエス・キリストの名は神の言葉です。そうですよね。次のところ、最後の一枚ですね。その私たち、彼らの額に書かれた神の名は、これは神の真実な言葉じゃなくて、この人たちが神の真実な言葉、複数形ですって言いました。その、もうちょっと読み進めていくと、19章の13節にはこの言葉が出てきます。読んでみましょうか。3、はい。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。この方誰ですか？イエス様、ここは単数形で書いてあります。上は複数形で書かれています。私たちが神の真実な言葉になる。それがここに書き記されるということです。命の書に名前が書き記されるということはそういうことなんです。私たちが神の言葉となるということです。これ、エルサレムって書いてあります。エルシャライム。エルシャライム。前のこのイエールっていうのはですね、ヤーラーから来ていて、これはマトエルっていう、正確にいるっていう言葉、トーラの語根です。トーラの語根。後ろにあるシャライムは、シャラムっていう言葉から来てますけども、シャラム。これはですね、平和っていう意味でしょ。シャロームがここから来てますね。シャローム。シャロームが、まあ、このシャラムから来てますけども、イザヤ書を読むと、一人の緑子、それは平和の君。平和の王。このシャライムっていう、シャローム、シャラムっていうこの言葉は、平和の王であるイエシュアを表す言葉ですね。イエシュアですね。これはトーラの言葉です。イエルシャライム。それはトーラの言葉とイエシュアがくっついてできた地名です。エルサレムはどこにありますか？エルサレムどこにありますか？私たちの中に。これはですね、トーラとイエシュアがくっついてます。すなわち、イエシュアのトーラを持っている。
イエシュアのトーラにとどまっているものがエルサレムであるということですね。もちろん本質的にということですよ。実際にあるあのエルサレムを私たちは無視して関係ないと言っていいものでは決してありません。それは私たちに本質を掲示するために実際のものを示してくださった場所がエルサレムです。あのイスラエルにある。でもその外側ばっかし見ているならばその本質にはたどり着かないんです。私たちがエルサレムとなるということです。そして私たちが神の宮であるという、これが聖書の啓示です。そしてその私たちに神の名が記されるということです。そして私たちに記される神の名は神の真実な言葉ということです。私たちが祈りの場に出ていて正しい審判者のイエス王である神の前に立つときに、その祈りを通して私たちは日々作り変えられていきます。自分の思いから神の思いに、すなわち自分の言葉から神の言葉へと作り変えられていくということなんですよ。ですから、私たちが今祈りの家のカンファレンスで集まっていますけども、それぞれこれから変えていきますよね。祈りの家で祈るときに、主よ、神の御国がこの私に来るということですね。そうやって御国が訪れた者たちが出ていくところが神の国となっていくわけです。ですからぜひ、このことを覚えていきたいと思います。それでは皆さんお立ちいただいて、もう最後に一つだけお祈りしてですね、終わりたいと思います。皆さんこう祈りましょう。私たちが主の前に祈りに進み出るときに、祈りの家に決められた時間をこなすためにではなくて、あるいはそういう思いで行くかもしれません。でもそこに出ていくときに、主よ、私をあなたの思いに作り変えてください。日々それを私の中になしてください。そしては